駅ご利用の皆さん、ご近所の皆さん、日本共産党です。また暑い中お集まりをいただきました皆さん、大変ありがとうございます。この場所をお借りいたしまして、日本共産党訴えをさせていただきます。東京選挙区は木田佳子です。大変な激戦です。若い力を皆さんの手で国会に送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。先般行われました都議会議員選挙では、足立区で第2位に当選をさせていただきました大島義恵、皆さんの期待に応えて全力を挙げてまいります。今日はこの場所をお借りいたしまして、葛西亮衆議院議員も応援に駆けつけていただいております。どうか皆さんのご支持を日本共産党木田佳子にお寄せください。それでは日本共産党大島義恵都議会議員を紹介いたします。竹の塚駅ご利用の皆さん、商店街の皆さん、そしてお集まりいただいた皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、私日本共産党東京都議会議員の大島義恵でございます。先日行われました都議会議員選挙では、皆様方の大きなご支持ご支援お寄せいただくことができまして、私2期目の当選果たすことができました。ありがとうございます。やった。日本共産党は改選8議席から17議席へと倍増させていただき、都議会では民主党を抜いて第3党に押し上げていただくことができました。ありがとうございます。今度は手に入れた議案提案権などを最大限活用しながら、選挙期間中掲げた公約を実現するために、さらに全力で頑張ってまいります。皆さん、そして始まったこの都議選で始まった日本共産党の躍進の流れ、今度は参議院選挙につなげて、この東京で木田佳子さん30歳必ず国会に送り出してください。そして比例代表選挙では日本共産党を大きく躍進をさせていただいて、小池晃さんを含め5つの議席を必ず勝ち取らせてくださいますように、まず最初に心からお願いを申し上げます。皆さん、木田佳子さんは30歳、就職氷河期世代と言われておりますが、大変な苦労をして就職活動をしてまいりました。ですから若者の雇用の問題には大変関心を持っております。若者1300人の実態を調査して政策提言をまとめ発表をしました。若者を使い捨てにするブラック企業をはびこらせる政治は許せない、その先頭に立って告発もしております。そして毎週金曜日、首相官邸前で行われます原発なくせの行動には欠かさず参加をし、そして原発即時ゼロの願いの先頭に立って大きな役割を果たしてまいりました。誰にも負けない正義感と行動力、そして調査研究に裏付けられた政策力抜群の木田佳子さん、国会に送っていただいたら直ちに皆さんの願い実現の先頭に立って役立つ政治家でございます。どうぞこの若い力に日本の未来を託していただきたいと思います。そして皆さん、今度の選挙、自民党、公明党は参議院と衆議院のねじれを解消する、これを最大の争点だなどと言っています。しかしそうでしょうか。今景気はちっとも良くならず、物価だけが上がって困っているのは一般庶民、アベノミクスの効果はもはや期待できません。そして原発の問題でも、安全と言えるほどの安全基準でないのに、これをてこにして電力会社は
再稼働を申請する。とても危険な状況です。そして憲法を9条を変えて国防軍という軍隊を持とうとする、若者を再び戦場に送る、こんな危険な動きも強まりました。 TPP の交渉参加ではまさに農業だけでなく食の安全や国民皆保険制度さえ守れない、もう明らかになっています。国民のこの願いと最もねじれているのが自民公明政権ではないでしょうか。この国民の願いをまっすぐに国会に届け、そしてねじれを解消し国民の声で動く新しい政治を作る。そのために日本共産党は自民党の政治に深く切り込む対決軸を持っている政党です。対案を示し国民の皆さんに訴え、ご一緒に力を合わせて新しい政治を作ろうと呼びかけている、この日本共産党をぜひ皆さんのお力で大きく躍進をさせてください。比例代表では日本共産党と書いて投票してください。そして東京選挙区では吉良よし子さん、必ず国会に押し上げてくださいますように私大島よしえからも心からお願い申し上げまして訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。